相変わらずね、タイバンコクから送り届けております。またプーケット同様ね、ちょっとこうやってあのバイク借りてるんですよ。でバイク屋さんにこれマニュアルなんですよ、オートマのやつがなくて、明日だったらなんかオートマ来るよって言ってたんで、ちょっと1日だけこれ借りて、ちょっとマニュアルね久しぶりに運転するんですけども、せっかくこれ借りたもんだからちょっと遠く出かけようと思って、今日ちょっとパタヤの方に、パタヤここからね100キロ以上離れてるところなんですけども、バイクでちょっと2、3時間ぐらいかけて、ちょっとパタヤの方にね激辛料理探して求めに行きたいかなと思うんでね、早速移動していきたいと思います。トップンか、さあパタヤ到着しました。パタヤのねトゥリータウンっていうところ、ちょっと離れたところから今撮ってるんですけども、着いたんですけど、パタヤのトゥリータウン付近マジでやばいっす。マジでやばい。いろいろ説明してもあれなんで、ちょっととにかくなんかツリータウンの横ら辺にそのお店があるんで、ちょっと行ってみましょう。この辺はもうすごいよ、パタヤやばい、日本じゃ見られない光景なんで、ここ左曲がるとやばい、目の前もやばいですけど、やばいやばい、やばくない、すごいですよこの辺、やばい、えぐい、すごいよここ、あ半端ないな、このここがツリータウンですね。ここがまっすぐのコロン、はい、ここはスリータウン。Hi. Okay. I'm. Yeah. この店で一番辛い料理どれですか？ Yeah. I like hot food. Very very hot food. Soup. Soup. Very very hot. Very very hot. Yeah yeah together. Together. Same same. Yeah, yeah, okay. 99 baht. One.Okay. Okay. Yeah. 199 or 99. 100. Okay. Okay. 99. Okay. Okay. すごいね。Very hot. Yeah. Okay. Okay. Very very hot. パタヤやべ。Yeah. Oh. Yeah. Vietnam. Vietnam. Oh, English. I don't know. No English name. No. Okay. One more.天能っていうお店らしいです。すごい辛そうだな。Very very hot. Very very hot. Extra. いただきます。さーてと、あの焼肉なのか鍋なのかはっきりしねえなこの野郎ということで、いただきます。おーでも美味しそうだね。肉は美味しそう。ちょっとこの辛い方のタレにつけてみようかな。唐辛子がいっぱい入った。おお。うわ、タレ辛いわ。なんかよくわかんないけど、なにこれ。どうやってこの、これスープこれ。あ、なるほど、こっちのなんか肉の周りにこのスープはなんかマーラー効いてるね。いや、なんかパクチー効いてるな。あ、うまい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 、これいけるわ。 OK Thank you。 はい、ご飯も頼みました。野菜をこの周りの中に入れるんだね。そう、 OK OK。あー、なるほど、手際がいいですね。なるほど、この肉を
ちょっとこっちに入れようかな。じゃこの焼肉だれみたいな方にも、この焼肉だれ入れてください。デリシャス。あーん、もっと辛くできますか。はい、え、オッケー、オッケー、おお、ベリーベリーホット、ベリーホット、目ギンギンですから、激化ジョニーですから。俺片山で何時間かけてバイクで来たと思ってんだ。気合の入り方が違うからな。え、すごい美味しいわこれ。うまっ。おお。いや、Okay, thank you。これを入れたんだね。唐辛子。うわすごい。お、うう。Okay, okay, okay。カモン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 。うい。Yeah, bro。Okay, thank you。すごいね。もっと辛くしろって言ったらこれが出てきた。これでだいぶ辛くなったんじゃないですか。ほら、おお、あらい、あらい、なんか春雨とか入ってるこれ。すごい脂身、コントロみたい、うまっ。すごいプルンプルン、見て、なにこれ。野菜も食べましょう。いただきます。えのき、なんていう料理かわかんないけど、はい、ホット、ベリーベリーホットフード、ベリーベリーホット、ホットホット、暑さと辛さが相まって、もうボルテージ最高潮ですよこれ。パタヤの熱気すごいわ。 Very very spicy food, very very hot food. OK、 なんかここの上に乗ってる肉を焼いてタレにつけたら、まあそのまんまちょっと辛い焼肉のタレみたいな、焼肉で、こっちのパクチーとかそういうのがなんか出汁が効いててちょっと癖があります。ご飯によく合いますねこれね。はい、ラスト。ごちそうさまでした。なんか不思議な食べ物ですね。まあ焼肉と鍋が一体化したような、そんな感じですね。でこのタレが、タレにこのちょっと唐辛子を入れてこう辛くするみたいな、そんな感じですね。で店員さんに言ったら辛くできたんで、あの辛い鍋みたいな、辛い焼肉鍋みたいな感じでした。はい、ところで辛さレベルの発表していきましょう。スリータウンのすぐ入り口のところにあるこのお店の、辛い焼肉鍋、辛さレベルジャラララジャン、辛さレベル6です。6です。タイのパタヤ、来たらね、この
よくわからない激辛焼肉鍋みたいな、ぜひ食べてください。はい、本当にねパタヤすごい熱気なんでね、楽しいと思いますんで、それではまた次の動画でお会いしましょう。コップンカップ。